こんにちは、翔太です。今回は新しく来た MR のですね、ルシーナの性能解説をやっていこうかなと思います。めっちゃ面白いキャラクター来ましたね。個人的には好きなキャラクターです。まあ使うか使わないかはともかくですね、非常にですね強力なキャラクター、ぶっちゃけ言うと万人におすすめのキャラクターっていう一面もあるので、取って後悔のないキャラクターかなと思います。まあ可能性は無限大のキャラクターですね。で、奥義としてはですね、ルシーナ、白竜皇女王が、かぐや姫で、知力値レベル ×25、状態状態性 2% つくので、まあ状態状態性の奥義は貴重かなと思います。それでは目次になるんですけど、パッシブ3がですね、強いキャラクターなので、パッシブ3、スキル1、スキル2、パッシブ、最後にまとめの順番でやっていこうと思います。まずはパッシブ3です。めっちゃ面白いです。出陣時と毎ターン攻撃前、味方3名、括弧自身を除くなんで、まあ、味方5名のうちの3名ですね、それぞれの生後状態を1つコピーし自身に付与、優先的に生後状態の味方を選ぶなので、まあ、例えば、5名のうちですね、まあ、3名が生後状態の場合はですね、その3名の生後状態をコピーしてくるというふうな感じになります。で、同種類の重ね書きは無理なんで、援護みたいなのは無理です。で、自身が生後状態の場合はですね、回心率が 10% かける生後状態の数増加するので、最大 100% 増加可能、10個の生後状態を付与できればですね、回心率 100% になるというふうなキャラクターとなっています。出陣時ですね、特に出陣時に生後状態に入れるっていうのが、生後状態をコピーできるかっていうところが強みかなと思っていて、強みとしては出陣時に生後状態に入るキャラクターで固めてあげればですね、まあ例えば踏破のキャラクターとか、まあ、ハンニバルの新月とか、あとはなんだろうな、ガラハットかな、ガラハットあたりは長老とかも入れたと思いますので、まあ、そういったキャラクターですねを、固めてあげれば、出陣した段階でですね、まあ、それらの強力な生後状態をですね3つ付与した状態で、スタートできるっていうところが強みになってくるかなと思います。理想的に生後状態を付与することができると。で、しかも自分攻撃するたびにですね、まあ、味方3名なんで、まあ3つですね生後状態、付与できる可能性がありますので、生後状態ですね6つぐらいはすぐに行くんじゃないかなと思います。まあ、もちろんですね、味方のキャラクターっていうか持っているキャラクターによるので、ここは、まあ、しかも生後状態としか書いてないので、緑バフはコピーできないってことを考えると、まああんまりですね MR 系のキャラクター持ってない方は使いにくいキャラクターなのかなとは思います。MR ばっか、まあ、全員 MR だぜって方はですね、生後状態結構な数、付与することができると思うので、なかなかいい感じに使えるんじゃないかなと思いますね。まあ、例えばニビアンの暴走とかですね、あれ2人にしか付与することできないと思うんですけど、まあ、このキャラクターにもですねコピーという形で付与することもできるかなと思います。しかもですね、まあ生後状態6つ、しかもですねある程度選べるっていうところがあるので、どの生後状態をつけるのか、これまで、まあ、例えば踏破とか固有だからですね結構強い耐久性を生後状態の割には持たせてもらえるっていたっていうところがあると思うんですけど、まあ、例えば踏破、援護、降臨ですね、この3つの生後状態を、まあ、同時につけることができると、まあ、かなりですね耐久性も上がるかなというふうに思うので、耐久性をですね、まあ、防止の中というかトップレベルにですね、ただ硬さを求めるだけなら高めることはできるのかなというふうに思います。で、まあ、全生後解除はちょっとダメかなと思うんですけど、まあ、それ以外の一つずつの解除とかであればですね、おそらく生後状態の数ものすごく増えるようなキャラクターになると思うので、まあ、ある程度対応することはできるのかなと思います。次に弱みにはなるんですけど、まあ、先ほどちょっと言いましたけど、生後全解除ですね、モルトレットの復活後の攻撃とかですね、まあ、そのあたりの生後全解除には弱いです。というか多分それされるとそれだけで落ちます。一気にやられてしまうぐらいの性能かなと思います。このパッシブさんですね、非常に面白いんですけど、復活とかはないので、まあ、やっぱりですね生後が剥がされてしまうっていう状態になってしまうと、もう耐久性はないに等しい状態になってしまいます。で、あとですね、1名の味方が3つ生後状態を持っていて、3つコピーできるわけではなくて、味方3名がですね、から1つずつなので、まあ、例えばこのキャラクターと残りの味方が3名以下
3名未満か、まあ、2名とか1名とかになってしまうと、いくらですね整合状態味方が付与されていても、最大数はその味方の数までのコピーとなってしまうので、そこに関しては注意が必要だなと思いました。ある程度このキャラクターと一緒に行動を共にするキャラクターが残っている前提の、パッシブさんにはなってしまうかなと思います。それではスキル1の性能です。めっちゃ長いんですけど、まあめっちゃ強いですね正直。残り HP パーセンテージが最も高い敵4名に 660% の砲術ダメージと MP の40倍のダメージ、ここは弱いです正直。ただですね、毎回攻撃後敵が破壊状態ではない場合、その敵を1回追加攻撃する、同じ敵に対する追加攻撃は1回のみなので、まあ4名に2回攻撃できるチャンスがある感じです。で毎回攻撃前 100% の確率で2ターン内で敵を破壊罪悪状態にさせ、防御力 80% 減少、受けるダメージを 10% 増加で、命中されるたびに受けるダメージが追加で 10% 増加で、最大 40% 追加増加可能なので、まあ、1.5 倍までですねダメージも増やすことができるというふうなものになっています。このですね、まあ毎回攻撃前に破壊罪悪を敵4名に付与できるというところで、スキル1でですね、戦役の敵全体にですね破壊罪悪を付与することができるというところがめっちゃ強いところになってくるのかなと思いました。で自身の知力値が敵より高いとですね、敵の状態上耐性を 100% 無視できるので、まあ基本的には破壊罪悪付与できるんじゃないかなと思います。あのキャラクターリッシュはですね、知力のパッシブなかったと思います。このキャラクター知力のパッシブありますので、帽子の中だとですね、基本的には勝っていける性能になるのかなと思いますね。まあ今リッシュ以外で帽子をメインのアタッカーとかで使ってる方は少ないと思うので、ある程度勝っていけるんじゃないかなと思います。で全ての攻撃後4ターンの間自身が過激を制御になって、残り MP の40倍のダメージを吸収、ダメージを20から 40% カット、自身の残り HP が低いほどダメージ減少も多くなると。でそして2ターンの間知力値が最も高い味方2名を幸運制御にして会心率 30% 増加、状態上耐性 40% 増加、筋力値、敏捷値、知力値を 20% 増加となります。まあ、こちらに関してはですね、知力値が最も高い味方で自身も含むので、基本的には自分ともう1名、まあ、帽子が、まあ、一番育成しているキャラクターですかねが多分知力高いのかなと思うので、まあこの2名にですね、高音整合状態を付与できるんじゃないかなと思います。まあ、ここもですね、やっぱり影子整合で自分の耐久性を上げているっていうところはあるので、整合解除にはですね非常に弱いのかなと思います。ダメージとしては2640%と MP の160倍からですね、まあ、一応破壊罪悪にできなければもう一回攻撃するので 5280% と MP の320倍と、強みとしては破壊罪悪を戦役で確実にばらまくことが可能、まあ、ここはですねこのルシーナかの一番の、強力なポイントになると思います。正直ここだけでですね、あの戦役キャラクターとして取る価値はあるかなと思います。私ちょっと迷ってますね今このキャラクター取るか、源の広松と合わせると、破壊罪悪の、確実にスキル1で付与できるキャラクター2名揃うので結構いいんじゃないかなと思ってます。ただ弱みとしては、まだ強みありますね。破壊の性能も高くて、まあ、高音整合おそらく自分に付与することになるかなと思うので、まあ、このスキル1だけで、整合状態ですね自身に2つ付与可能なのかなと思います。弱みとしては火力は物足りなく幸運の付与対象正直微妙かなと思います。2名しかいないし、続いてスキル2スーパーノヴァですね。まあ、某有名な RPG のキャラクターの技を思い出しますけど、敵を6回攻撃して毎回 700% の放出ダメージ、さらに知力値の8倍のダメージが加算と、6回攻撃後、最大攻撃力は最も高い敵を追加攻撃で、この追加攻撃回数はここはバフ参照してくれるんですよね。まあ有益状態と整合状態の、合わせた数の回数ですね追加攻撃できると、まあ、最大6回までとなります。まあ、なので 6+6 の12回攻撃できる感じです。で毎回攻撃前敵が破壊状態の場合はダメージが倍で、会心攻撃が発生した場合は 100% の確率で敵の有益状態あるいは整合状態を1つ解除なので、まあ、クリティカルが発動してなするっていう条件がついているにもかかわらずですね、緑バフか整合状態どっちか1つ解除なんで、これは正直弱いですねはっきり言って。で全ての攻撃を自身が総ダメージの 40% の HP を回復で、有益状態と整合状態の単数をですね、撃破したの敵の数 ×1、単数伸ばすことができるというふうなものになっています。
ダメージとしては4200%と、知力値の48倍から12回攻撃になると8400%と知力値の96倍で、ダメージ倍とですね、クリティカルが出ると3倍になりますので、25200%と知力値の288倍のダメージが出していける。まあここまでいけば強いと思いますし、割と出しやすいのかなと思っています。強みとしてはですね、敵を撃破することによって生後のターン数ですね、伸ばすことができるので、耐久性の高いですね、生後状態いっぱい付与して、まあ、例えば踏破とかターン数伸ばせると結構強いと思うので、まあ、そういったですね、まあ、特にターン数伸びていくと、強力な生後状態になるようなものに関してはですね、積極的にコピーして伸ばしていきたいなと思います。まあ、悪さめっちゃできそうですね。もう可能性は無限大だと思います。本当に面白いキャラクターです。で、最大火力はかなり高くですね、まあ、出しやすいと思いますし、生後状態をたくさん付与されていると思いますので、まあ、火力系の生後バフとかも混じってもらうとですね、ここのベースのパーセンテージから、まあ、発光罪悪の分も乗ってくると思うので、めちゃめちゃですね、火力は高いキャラクターになってるかなと思います。まあ、弱みとしてはランダム攻撃っていうところがあって、長老挑発に引き寄せられてしまうっていうところは挙げられるのかなと思います。続いてパッシブの性能になります。というかちょっと待てよ、そうか、決意生後とかもこのキャラクターに付与できちゃうのか。あ、いいなそれは。なるほど。でパッシブになるんですけど、攻撃力 58%、 HP58%、 知力値の340倍と MP のレベル ×380、で知力値の2倍分筋力ダメージをカットで、先ほどのパッシブ3ですね。でパッシブ4が物理会心ダメージ耐性が 60% 増加、砲術と防御貫通レベル ×15、 知力値の3倍分攻撃力ダメージをカット、MR 武器が、命中値レベル ×300、 攻撃力 21%、 防御貫通1100、で UR 戦武器が命中値レベル ×280、 攻撃力 19%、 防御貫通1000と。まあ正直ですね、あんまり強みはないかなと思います。パッシブさん以外は平凡なパッシブだと思いますね。まあ知力値が合ってくれてよかったなぐらいだと思います。で弱みはですね、まず武器なんですけど、まあ命中値戦役でこのキャラクターのスキル2の火力をしっかり出していきたいのであれば取った方がいいと思うんですけど、それ以外であれば、まあ、命中値と防御貫通の固定値ぐらいなので優先度は低いかなとは思います。まあもちろんメインで使ってもらうなら武器取ってもらった方がいいと思うんですけど、まあ、武器としての優先度は低いキャラクターかなと思いますね。体力とか、まあ、例えばここに知力値とかがあると、優先して取った方がいいかなとは思うんですけど、そういうわけではないと思います。でこのキャラクターはクリティカルを出していきやすいキャラクターなので、物理会心ダメージ耐性じゃなくて砲術会心ダメージが欲しかったですね。なんで砲術会心がないのかっていう風な感じです。で、状態上耐性とかもないので、まあ、普通にですねデバフ状態罪悪状態が食らってしまうので、そこにも注意が必要なのかなと思います。最後にまとめとなります。まず戦役に関してはですね、非常に使えるキャラクターです。確実に発光罪悪をばらまくことができるので、まあ、源広政の発光バージョンというところでかなり強力なキャラクターかなと思います。ボス戦も同様ですね、確実に発光罪悪をばらまくことができるので、もちろん使ってもらえるかなと思います。闘技場はですね強いとは思うんですけど、まあ、やっぱり手持ちには寄ってしまうかなと思います。これまで強力な生後状態を持っているキャラクターがいるのであれば、どんどん活躍の機会も増えていくので、まあ、今後の、まあ、キャラクターですね、来るキャラクターによっても、まあ、性能は変わってくるっていうところで、可能性が無限大のキャラクターかなと思います。城に関してはスキル1回復ないので、反射ダメージとかでやられてしまうっていう可能性はあると思います。強みとしては、まあ、最強の生後コピーキャラクターですね。まあ、これまではですね、まあ、相手依存のキャラクターが多かったかなと思いますので、相手依存ではなくて自分依存で使えるようなキャラクター、特に出陣時とかはですね、かなりコントロールもしやすいのかなと思うので、可能性は無限大のキャラクターだなと思います。で戦役キャラクターとしても十分使っていける性能で、なんならですねこのキャラクターのスキルにめっちゃ火力高いんで攻撃していってもいいのかなというふうに思います。まあ、弱みとしては、まあ、生後解除、特に全部解除されてしまうと多分それだけで沈んでしまいます。である程度ですね、他にもですね強力な生後状態を持っているキャラクターがいないと、このキャラクターを取っただけだと
正直使い物にならないと思います。他に生後状態が強力なキャラクターがいるっていう前提でこのルシーナっていうキャラクターは成り立っているので、このキャラ取って強くなるっていうわけではないのでそこは注意です。まとめとしてはですね、強力な生後状態をたくさん持っている方ですね、あればありな性能です。残影生後とかもそういえばありますね。そういうのもつけてちゃうので、非常にありな性能かなと思います。で、戦役でもですね使えるので、正直、先ほどはですね強力な生後状態を持っていた方がいいって言ったんですけど、戦役で使えるってことを考えると、とりあえず取っておいて損はないキャラクターだと思うので、私はですねこのキャラクターの取得自体はおすすめさせていただこうかなと思います。私自身もですねちょっと考えません、取ってもいいかなって思ってます。これで今回の動画は以上にしようかと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、もしよければ Twitter のフォロー、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。